レオサさんがやってるような生のサッカーを喋ったらできるんじゃないですかってきなこと言ってくれたけどできないと思うのは口数が多すぎるっていうこともあるんだけど一度ね日本サッカー界でえー地上波のテレビの実況は一度失敗してるんですよ。ご存知のご存知の ?J リーグの時に俺に話きたんですよ。J リーグ90年ぐらいですかあれ。でその時に事前にやりませんかって金子さんっていう,もうサッカーずっと追ってるサッカーの人もいてその人が会ってくれっつったり。 それから J リーグの実況とかはやれないかったけど、僕は断りました。なんでかっていうと、サッカーをよく知らないから逃げたんです。恐ろしくて、馬脚表しちゃうの嫌で。でもやっぱり、あの、J リーグが始まって、サッカーがもっともっとワールドカップも含めていろんなのが中継された時に、ラテンの実況に学んじゃったでしアナウンサーが。あ、はいはい。ガーッてやったじゃないですか。あれがうるさかったんですよ。日本人のメンタリティに合わないです。あれはブラジルだとか、 その他、ラテン系のスペインだとか、はい、ご存知のように、あれでしょうん。やっぱり、日本は違いますよ。借り立てる感じなのと、こう、なんか邪魔しないみたいな感じで分かれるんですか、ね、そうなんですよ。はい、だから、あれはやっぱりもう感情むき出しのイタリアだったら、あれがいいんだと思うんですよね。はい、ここはサッカーフットボールむき出しっていう。うん、でも、日本はそうでもないんで。うん これれってあれなんですかね例えば実況の方がそういうふうに情熱的な感じで行ってその間に解説の方が冷静沈着でちょうどいいバランスにはならないんですかねならないと思いますね。ラテンのあの情熱を日本人はど若い人は別かもしれないけど日本人は外してこう捉えるんですよ。 情熱だなラテン系だなイタリアラテン、フレンチラテンだなとは思わずに、はい、ヒステリックだなと思っちゃ,っちゃう。ここのね、脳内の判断が、老若男女そういうところあると思う。うん、今特に男性でも植物系の人多いじゃないですか。 例えば、さっき俺、ここで、ちゃんとセットしてこようと思って、美容室行ったんですよ。<あ>そしたら、僕の担当の40半ばの男性がいなくて、はい、今日たまたま、別な若い人がやってくれたんだけど、はい、シャンプーしてくれる時の、はい、もう、蚊の鳴くような、か細い声。はい、普通ど、どっかかいえとこないですかぐらいでいいじゃないですか。はいどこ <laughs> <laughs> それ時代の緊張とか入るよ <laughs> いやいやそうに、ね、<laughs> なったらそこで威嚇しちゃいけないガルロロで威嚇しちゃいけないからお願いしますって小っちゃい子で一緒に言うんだけどそれでもどうですかちょっとこれはやっぱり植物この人は動物じゃないんだとんノンオイル植物系なんだ <laughs> 人間オーガニックなんだと思うわけですねこれは。だから若い人も 同調圧力もあるし、はい、空気読むしね。うん、こうなってくるとヒステリックと取っちゃうんですよ。はい、で、ここが、コアはもう本当にジェンダーの時代に、はい、あの、誤解なきように、ちょっと気をつけながら喋りますけど、はい、女性を変な決めつけでやるつもりはないんですけど、はい、野球でもサッカーでも、どうして女性の実況穴が定着しないんですか問題なんですよ。はいはい。はいはい 東京国際女子マラソンでも女性がチャレンジしたことがあります。そ,すねはい、それから未だに地方の,あの春の先発が始まりましたけど、はい、高校野球で女性が実況してるケースもあります。はい、いろいろありました。はい、あるんです、現実に。だけど、なかなか定着を見る。今後はどんどん変わってきて、はい、男女平等は当たり前です。それが正義です。はい、だけど、現実まだそこが遅れてしまっているのは、まだ我々の脳が追いつかないで、 女性の方がラテンですから。うん、マラソンやってたってガンガンやりますから。はい。男の場合ってのはどっか冷めてるんですよ。僕はそこをレアザーさんと自分にどっか冷めてて、例えば東京国際女子マラソン行った時に、はい、さあ、神宮の並木道に差し掛かってまいりました。はい、色づいた金茶色の枯葉たちがようこそと、戦闘グループを迎え入れております。戦闘集団にジョイス・スムスなんてね、僕が若い時、実況リポートとかもお手伝いしたから覚えてるわけですよ。はい。そうやって、ものす 興奮して言葉数を多くつられてるのに男の場合はかなり冷めちゃってるんですよ。で女性がやるとこれは大変ですこれは大変なことになりましたってなるじゃないですか。これはいいことなんですよ。うん、ヒステリックじゃないんですよ。ラテンなんですよ。うんはい、これ災害報道なんで本当にもっと気をつけて配慮して言わなきゃいけないことだけど、能登、はい、の 震災があった時の忘れもしない1月1日、うん、1> 今でも、今でも現地の方々苦しんでらっしゃるとこの状況下で、はい、やっぱり NHK の女性アナウンサーがものすごい勢いで、はい、テレビ消してくださいテレビから見ないでください天電光一人一人開いてください高台にってことガンガンやったんです、うん、テレビなのに矛盾して叫び続けた。はいはい、これが大評判になった。うん、これが本来の災害報道の NHK だって今言われ、うん、本当にその通りと思ってます。うん しかし一部東京の人は何なのこれっていうふうに言った人もいました。はい、当初ですね。今は違うと思う。だから全然ヒステリックじゃないことを我々の脳が勘違いをするんですね。はい、だから、ゴールはダメでした。<ー>で、そうなってくると私はレオザ期待なわけです。<ー>あなたですよ。実況じゃないけど、<laughs> この言葉を定着させて、 もっともっとカジュアル化して、サッカーをに際して興味のない人が、さらにこうやって振り向いてくれるっていうのは、うん、あの、レオザさんには芸人時代も含めたいい意味のあざとさがあるから、はいうん、サッカーの実況やらないんですかって言ってくれたけど、はい、100%無理なのは、はい、俺の場合は、その、多分口数があの多くなってう、F1、はい、の実況やってる時もそうだったんですよ。はい、もうね、1年間怒られ続けた。F1 村のモータリゼーション、モータースポット。はいはい あの本当に一流のドライバーとかね、うん、もう車の大専門家とかね、例えばホンダの社長とかね、うん、そういう人は何周も回ってますから、うん、古谷さんは F1 のこと知らないのがいいんですよ。うん、だから F1 という人気の種を、うんはい、の裾野を広げる伝道師の役割なんだから、はい、大いにやってくださいって言ってくれた。はい、一部の本当に何周も回ってる偉い人が。あとは、 やっぱり昨日今日の人たち含めて、俺もそうだったらファンは怒るなと。関係ないこと喋ってる。F1 を知らないから。自分のトークショーみたいに喋ってる。で、めった打ちされるわけ。で、1年間めった打ちされて、まだネットがない時代だけど、1989年から始めた世界だから、ネットなかったけど、それはフジテレビに抗議電話1200本とかあるもんだから、そこで大反省して、1から0から勉強しなきゃいけないと思って、一生懸命遅ればしながら勉強したの。 で、もう亡くなったんだけど、今宮淳さんとか、はい、それから今も頑張ってる河合ちゃんとか、いっぱいそういういろんな、その、喋りでコメンテーターとして出るんだけど、はい、もう F1 だけ一筋ってものすごい赤学がいるわけです。で、そういう人たちからもう一から学ばせてもらって、はい、で、やったら2年目ぐらいから、はい、お前勉強したなって、つまり、 俺の転入を許してくれたんですよ。はい、プロレス実況風だけに固執し,して自分の世界の古立武士みたいなのをやったら、うんはい、お前はもう分かってないの、ね、に、わけのわかんないフェラーリのタイヤ交換で9秒9の時にガタガタ言ってんじゃない関係ないこと言いやがってって。俺だって。 ピザの宅配で30分遅れたら罰金で700円安くなるって話をタイヤ交換で言ってますから、ね、<laughs> タイムイズマネーから入って、ね。ピザステーションならばとか言ってるわけだから、スポンサーとの兼ね合いも含めて大罰ですよ。思った以上でしたね。はい、いやそう。てめえの、てめえのトークショーじゃないっていうのをこう見せられましたよ、それで大反省して一生懸命勉強してコツコツやったら、やっぱりお前の本籍地は別にあるだろうけど、喋り村だろうけど、はいはい お前、とりあえず、住民票移したな、F1 にって。F1 村に。そ,その方の例えもすごいですね、それ。住民票俺が作ったんですか <laughs> 俺が F1 <laughs> 村に、一応出したなと、住民票っていう風に、はい、受理されたあたりから、はい、みんな、面白いよお前は、って言ってくれたんですよ。はい、だからもう、なんとなく、自分のなんか F1 の時の1年間みたいな、はい、あの F1 の初年度の365日の感じで、ぐわっと来たレオザさんに多分、サッカーも何もわかんない、俺が。 この人すげえどうしたと。それはたまたまね、あの、イラク戦大当たりっていう、最近で言えばアジアカップの。いや、もちろんそれきっかけありました。何この人ってなったけど、そこからは、なんか昔の俺に似てるみたいなことの感情移入が。ああ、りがとうございます。うん。これは不本意じゃない。大丈夫いやいやいや。勝手な思い込みなんで。不本意どころかなんか持ち上げられすぎて申し上げないら。いや持ち上げてるつもりもないね。なんか苦労もあるだろうなと思うから。